はい、そう、2023年10月21日になりましたということで、土曜日だね。あれ、あれどうしたん、キュウリ。あれ、ちょっと待って、あれ今日土曜日なんだ。12時7分、まあいいや、どうしたん、キュウリ。タイムスリップでもしたの。なんか音切れたよ。という感じで、こんな感じでもうバリバリ絶好調なんですけどさ、初手スワコの方がいいんじゃねえかなって。火力が低いんだけどさ、分散攻撃じゃないけど、後追いしてリバコを下げる。まあ、とりあえず行きましょうってことなんですよ。さ、あ、あとでさ、この場合の協力のことじゃないけどさ、そこら辺のところのさ、感想じゃないけどさ、私の考えじゃないけどさ、おしゃべりしようかななんて思っちゃったりしてありましてさ、お前あれだろ、対戦中に喋るとまたぐちゃぐちゃになるだろう。要は何だろう、悪気があって、なんかピコピコなんか言っとで、ピコピコ、あの、こうあれだね、ピコ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 って。あとやっぱり、初手体力をやつ、なんだろう、塾に入れてほしい、そういう。初手大マニュアルみたいな、なんか。まあ最初はちょっとあれだったけどさ、なんでこんな二人もあれなんだ。なんで急にあれなんだ。ピグメン使うってことは、あれ後ろがあれってこと。あれ思った、足長書店使いたいかなと思ったけど、どうしてもあんた落とそうとするで、ね、落とそうとするっていうかさ、あれが向いてない。なんかいや、やったんだよ最初だから、お前残ってかんってふざけんな。なんであれ、なんであれなんだ。ふざけんな。俺も行かなあかんな。なんでいいで3人もんだこれ。ここで40あれか。そうか。いやでもこれ私らでいいで部下のあれだもんな。届かんもんな、あれは分かっとるよ。こっちからでもあれだもんな。なんであんないいマジで3人もの。今日初めて見たり、あんな交通事故みたいなやつ。イネ率低いんだよ。いや、要はあれだろう、耐久高いで使ってほしくないってことだろう。そんなことはないけどさ。初手の絡みがあれだな。そうか、3いいねか。あれでも3パーおらんかったらぶっちやばかったよな。何ぶっちって。こっちでも一応言っとくしかないだろ。見事に吹っ飛ばされるもんな。まあでもそうだよな、コストがあれだろうな、160で入らんで多分、なんだ、ピグベになったんだろうな。初手でもそうだな、どっちにしてもかかるから、ありだよな。うん、俺おさんでいいんだな、ちょっと待って、オートスキルだもん。ここなんだな。85、6か。6に50かかるんか。6に50じゃない。ああ、そうだな。動かんと思ったわ。あれ、でもちょっと待って。あっち一等で、使わんかったの？嘘。風で行ってあれ、何？両方カット効かんのにあれダメなの？嘘。マジで？今のマジで？風であれだったら2000いくつぐらい倒せるのか、あれって。枝で動いてないかな。使わんかったら天才だよなと思ったの。そう来るんか。まあこっち行っとくわ。うん、3いいねのあれかで、初手のあれか、リバをかばってたってことか。これマジで本当にさ、リバより私、スワコの方がいいんじゃないかな、ずっと思っとんですよ。うん、いや、やっとったけどさ、
まあ、ちょっと戻してみようかなって完璧守ったもんな。でもなんかあっちもなんか似たような構成みたいだな。そうだな、初手50使って真ん中20使うで、以下20だったら70か。で最後蘇生あるから20いくつぐらい多分出てくるでしょ、おそらく。ありがとうございました。いやあれはあれはもう完璧にハマったわ。うん、3位でうまく守られたな。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張った。ありがとうございました。本当に思ったんですよこれ。一見するとさ、なんだろう、火力側のリバーの方がありますが、57あれどんなもん。でも1万ちょっとぐらいでしょ。すごいフリーランスだよね。ピグベンの意味ってよりあれ落としたいだよね、要は。1と2を落として、サード最速課税蘇生をかけたいってことだね。それが生命性だろうな。ピグベンいいねでいくと。ピグベンいいね。22の、待って。40いくつだった？で、80ぐらい。そこでミカンが来て、100ぐらい。あと60ぐらいもあるか。だからあれが入るわな。60入るわな。もったいないもんな。マジででも本当に持っとんだわ。いや、しつこいけどさ。見た目の火力高くてさ、補正だからさ、リバコ使った方が回復もするし、いいじゃんと思うじゃん。いや、これ、なんだろう。言葉で説明できんけど、なんか、あっち使った方がなんか良かったんだわ。あれ、なかなかめんどくさいな。なんでこんないいね増えたんだ？どっちみち1回だけど、蘇生とか絡むとあれ、まあここら辺どっちでもあれだけど、今日当たり前だけどっていうかさ、当たり前にしたの。160ぐらいのコースだとどっかで10いくつとかの穴とか作ったりしなあかんこと考えて、マイナーが入れやすくてさ、このクジラとかでもそうだけど、意外と2枠いいね、いいねじゃないわ、ニュー置いといても。120とか30ぐらいの時って実はさ、コスト最低じゃないけど、いいで入れた方がいいっていう時あるよね。実は。これが打てんでな、多分これ打てんわ、だし。ポムにしといた方が良かったかもしれん。まあ、あれだけ使ってくれやいで。俺が打った方がいいな。どっちでもいいんだよ。私がやっといた方がいいだろう。2000いくつで打てるか？生存補正かかってもあれ体力多いんだ。でもこの中で打てそうなやつって、ウーマンか、ソジョリン打てる？打てんとは思ったよ、どう見ても。風かかるで私が行った方がいいよ。ソジョリンおるからさっき風変して使ってもありかなって思った。使わんでもあれだろうな。フォームって切れとるよね。あれついてないで切れとるよな。ちょっと不安になってきたな。切れとるよな。これ落としたいな、これはな。
ちょっとさっきあれだね、ちょっと不安だったね。たまたまウーバーのとこはね、ペチじゃないけど、バチって飛んだね。結構硬いね。ポス硬いね。ポスはまあいいわ。これ相手書店あれだもんね、硬いのがおらんかったもんね、確か。マスコさんで飛ばしますよってやつか。レイカちゃんちょっと主流になりつつはないない。コストが40だ。誰かこれでも20いくつは安いだろう、どう考えたって。遅延の裏が何かってやつ。第一予想としてはあそこら辺の何だったら、このコスト数えてないでかんけど、割とこういうの考えるの私好きなんですけど、これでも打てんだろうな。打てるかな。4ならあれか。補正入ってない誰か。いかんな。この前の補正の時のモンポスのイメージがずっと強いから、3万5千じゃないけど。ありがとうございました。アロマで77だったんで、これ逆に幽霊4人のでよかったんだろうね、実は。ありがとうございました。あれだったらダメだったな。ありがとうございました。かまた。もう一回。またね。ありがとうございました。マジででも本当にスワコとかって思っとんだわ。スワコだとその名に、アテナとかがタゲった後追いかけれるじゃん。でこっちだと先タゲというか、基本的に火力あるから先攻撃の方になっちゃうから、そうすると他の方が追いかけずに火力低いとこ行っちゃうから、そのタゲかぶせがないっていうの、うん、っていうところがなんか逆に良くないかなって。ただ初手どう考えたって回復するやつ、そのゼロターンで回復するやつ倒した方がいいでしょう。セイリュウとか倒すよりよっぽどいいでしょう。私スワコ使ってる時セイリュウとかの厚だけで死んかったんだけど、全部体力多いリバコに合わせたけど、でそっち落とした方が、あやってさっき見たらあれだもんね、風蘇生引っかかる可能性だったらあれでね。いいねはちょっときついな、あれだ。あ、でもここなんだね。まあ今ちょっとあれだろ、インオーダーで迷ったんだろう。ちょっとためらいがあったろう。足田が使いたいよな。128だってあれ。お前は落ちなあかんのだぞ。これだけどこっちの方が体力あれだろう。多分上がるだろう、足長より絶対。絶対上がると思うんだけど、だからこっちだけにしたんだけど。128か。使ってないね、向こう。たげてないで使わんかったんだろうな。ポム2は無理だぞ、多分。私のコールド53だけどな、風になるからこれ行った方がいいってやつ。もうコットで向こう行ってもらった方がいい、多分。私があれの方がいいよ。風変えていいよ。変えていいよ。変えていいよ。変えていい。変えていい。変えていい。残ることは選んでない。キルはもらっていい。うん、ジンチニューの耐久なんてそんなすごいあれじゃないもんね。向こうサルパーおるし。
ポム残れたのはあの収穫だったで、そう。だったら、ここが3、3、3、3、こっちもらっとくか、だったら。ポムはだいぶ出すよね、多分。私先だったね。ね。風に変えて耐えるんだったらいいけど、これきついでな。さすがにきついわな。どう考えても風ヘビロールで。まあ、この前の協力のことも何か喋ろうとしたらそう。ポムでももうこういい加減いいダメ出すでしょ。ここもらっとくかだったら。ちょっと見してこれ。どんなもんなんの？風に変えて。5万ぐらい出るの？どう？言い過ぎだね、1万4000。5万は言い過ぎだわ。うん。5万は言い過ぎだわ。あと2か。使って変えてもどっちでもあれだけどね。いや、どっちにしろあれだけど。どうした？どうした？どうした？カウントが見えるでいいよな。そう。ゼロ見えるもんね、これ。これはそうだね。Business analyst Anna Parker says that the company's new initiative blah 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 is a form of innovation. Considering, has considered, can be considered. Can be considered. レイカ社のでもあの4形態ちょっと期待できんこれぐらいだったら。カウントはこれ以上速くなるのでやっぱあれだね。ステが高くなってなんでそんな勝手にトランタンの木の買わないよその。The fall tuition and fee payment must be received no blah 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 on the 25th of this month. Later.耐える可能性はある。三人、あ、あれか、幽霊、あ、三人とるか。嘘ばっかり言ってる。コスト60で。でも、やっぱり、こんな感じの方がなんか水の時っていいんじゃねえかなって。今日ぐらいだった。たら木こりとあれでもごまかせんかなと。ありがとうございましたということで、いいね構成か4軸使うとそうだよな。初手をあれか変えてかなれか。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に思うのはもちろんその何味方の相手のハイパイはあるよ。当然のごとくやっぱり。ちょっと一回でもリバコも所詮コスト、所詮じゃないけどコスト50だもんね。スワコ45だもん。そんな差があるわけないけどさ、単純に使っとってなんか結局そっちの方がなんかもともと下がっとったとこからかな。かな。本当にこの段だったら補正の体力多いやつ、あ、言い訳ばっかしとるな。考え方があれなんだろうな、多分どうしてもなんか落としてなく変わってって全体かけるかなんか、あのあれ何もせえかやか、蘇生してなんかって、それか耐久作るか。あ、じゃあ最初あれだ、あのトムリバを考えたんだ。
でもあれ計算してみるとそんなすごい、なんかゴスにちょっと毛が生えたって、まあ、もうちょっと毛が生えてるんだけどぐらいの耐久だから、そんななんかあれなんかなって思ってさ、うん、2人で行くならこっちをかけるの。そうだね、あの手この手じゃないけど耐久とか、そうだな、初手のあれだな、考えるわな。あとコストの兼ね合いだよな、リバコを使うかあれなのか。そんなリバあれだったかな。アテナが私なんかあんまりだった。アテナで組んだらもうちょいコスト安くなってさ、三枠のキコリンとかをちょっと重いの置けるんですよ。40ぐらい置けるんですよ。それがなんか微妙だった。だからアテナのなんかあれなんかなと思って、単純な自分の結果がね、うん、朝ちゃんギリなんだね。まあ一応言っとくけど、うん、朝ちゃんギリだったんだな、今ちょっと見てなかったけど。もう本当にさっきもしつこいけど、120か130ぐらいのところで割といいね使った方が、あいつマイナー率が高いとなんかいいねのがいるから、ここだけは本当絶対落ちたいんですよマジで。後ろに蘇生するのも嫌でもちんとさ、カバオが自分以外にもう一人おるときが一番好ましいやんか。うん、自分がある程度の分、ある程度の分じゃなくて、これはそんな体型あるわけじゃないだかんけど、受けて、あれあかんな。まあ、それは風ないんか、あれ。うん、まあ。水だな。何風に見えた？隣の両方風だもんでさ。風ウーマンならまあ倒せんの納得かなと思った。この1カウントが非常に惜しいね。ただ向こうの火力は激しくないってやつだな。こっちでも体力ない誰か行かそうだね。体力ないとこ行くしかないもんな。サルプはしゃあないもんな。風は回復するってやつだな。お腹減ってきたねなんかね。あれこれ下カウント見えるのって前からだったか。あ、1になった。今1になったね。マイナス1になったね。でも全然見てないんじゃない。結構やばかったね。あれやっぱ80%あれか。カット入ると50座で。Amanda Jones has more than 20 years of experience in consumer product marketing. A blah candidate for the job. Ideally, idea, ideas, ideal. どっちにしろ蘇生入るでってやつだな。ideal. だからイカを残さなきゃあれな。サルパでかいね。カット80。お互いなんか強子さん対決だね。そうだな、これぐらいのところだと生で使えんもんな。うん、最後本当になんだろう、風変なんだあれ、お蚕でやってなんだあれ、バッハじゃないけど、あの音楽教室になんか貼ってそうな誰だった。ちょっと名前出てこんがや。サリエリさんでやったんだけど火力がないんだよな、まあ、見えるもんね。4-2になったもんね。これでシーサマバンバン使えるね。シーサマのあの電とか出んのかな。シャレじゃないねそんなの。あれ落ちた。久しぶりだね。お腹いてきた。ほんとなんかいつも言うね、うん、なんかすっごいラーメン食べたくなった。今
っと待ってよ。ありがとうございました。サンドイッチとアイスクリーム。すごい組み合わせだね。もう寒い冬じゃないでさ、アイスクリームあれだろ。まあいいや、ちょっと待って。まあいいや、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って。もう一回。ありがとうございました。ということで。本当に人手しつこいけどさ。スマホな。しつこいな。お前、いや、思っとるもん。そのマジックをなんか自分とさ、言葉でなんか説明できんかなって。単純に使っててなんかさ、増えてったから。増えてったからって、お前減っとったとこから増えてったからじゃないの。負け取るとこが増えてくんだから、それ何使っても大体あれだろう、そこそこやってけば増えてくだろう。なんともならんね。脅せるで別にいいんだけどな、あれ火力的には。もったいない。ピグベン、あ、そうか、今日はあれか、ウッズが使えんか。59、あ、今思ったね、59。ちょっと待って、ウッズ59か、4、59、1の、いや、最後の蘇生、あれやだなーと思って、ハイランナー、今すぐに考えれんわ。ウッズありじゃね、今思ったけど。ありくで、ここまで届けんから、全員2位あるんだったら。いや、今見とんすけどさ、59でしょ、9、1、あれを3まで下げ、小町をあと3下げれるか。3、4、54までか。2と3の代替か。お腹いていいじゃん。お前でも届きたいね。2回あったら届かん。コムかかっとるもんな。なんか京子さん地味に増えてきたね。あの顔狙う好きなんだけど。俺好きや、誰好きだった、あの顔。まあでも落とさないから、いや、風邪じゃ多分落とせえに。蘇生対象ならでいいけどね、まだ。1個使わせやいいで、ね。ちょっと待って、あれ、マイクのあれ綺麗にしちゃった。あの顔狙う好きなんだな。倒せるの分かっとるよ。風邪では倒せえでな。好きなんだわ、あれ。コメントしたら最高じゃない、なんか。視線的に言うとあれ誰見とる？イカかウーマン見とる？うわ、喋ってよ。喋ってよ。使わんでもあれ。どっちでもいいよ。なんかこれ別に温存するまでもあるかなと思うけどな。向こうだってあと残り4と3でしょう、4と5でしょう。ただあれだな、どう見てもオーバーキルだね。あの顔が本当にすげえ好きなんだわ。あの顔はあれだよね、どんなこと言ってもどんな煽り文句でも許せるよね。そんなことない、あんたが好きなだけじゃないの。いや、最初見たとき思った。1で私ダメじゃん、これ。うん、お前さっき使ったときはよかったんじゃないの、これ。マイナス1がピコンピコンになっとるよ。
あ。テイクアイアン。一応まあこれはあとあれか。これはなかなかきついな。きついな、うん、これ思った。縦があってもちょっとあれだろうな。いや思った。うん。あれ思った。3のあれだけじゃ無理だもんな。あれ思ったわ。あの顔が本当にいきなり、うん、ありがとうございます。本当にマジでお前スワコしつこいな。あの顔が本当でもあれだな。なんたらインバーなんとかとかありがとうございました。ありがとうございました。ということで、あ、またあれだね。インダンタ、名前出てこない。ちょっと待って。私持ってないのか。インダンタ、まあいいわ。あ、僕は本当何言ってみるそれだ。うん。確かにでも今日そうだな、59の私考えよかったな。ザこう The company blah 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 half a million dollars to the crowdfunding project last week. Contribute. Has contributed. Is contributing. Contributed. Contributed.全部散ったな。ほんで私がもらっとこうか。ポムコが俺で多分。こんで、ここがあれか。Return products must be blah 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 in original condition by wooden outlet within 60 days of purchase. Crafted, received, divided, explained. 行かなきゃ打てるな、あれだ。Received. ここはぜひ、ちょっと、マイクだけ。ぜひ落ちたい。ほんで、本も聞いとるもんね。こっちか。こっちやね。私が多分一番あれだろうな。ウーマンに、あ、なんとかあれか。ギリ届いたか。ほんであれがかかっとるんで、いや、もらっといた方が悪いだな。20% の 50? 来たな。顔好きだ、ほんと。
5倍にはなるけど、あれだな、あれ6の、ちょっと待ってよ、6の5、30発か。蘇生後だろうな、どっちみち。いや、まあ一応打つけど多分打ってこんでいいわ。蘇生後だでいいわ。普通使うわけない。うん、そう。この後ろで問題は。43分。When he heard the news, Steve was blah 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 with joy. Beyond himself, under himself, beside himself, over himself. Beside himself. あの、トムさんの、トムさんっていいか。トムさんの後ろとエヴァンチが絡まんでまだあれだったね。すごいのが出てきたな。Lakeside Mall will introduce a mobile payment service. Blah 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 will allow its customers to pay without using credit cards or cash. Which, what, that, when?あとあれか、ちょっと待てよ、1、もう1あれか、2人あったらなんとか入らん、こんで。いけたな、今で。あれじゃなかったらダメだったよね。マイナス5だね。あの、気持ちはわかる。気持ちはわかる。あの、発動進化だって。ありがとうございました。いい、あの顔見えた。で、あの顔見えたね。ありがとうございました。かも。トゥー。まだ。ありがとうございました。いや、出ないよ。まだ出ないよ。100% を、ちょっと待てよ。2ターン。あれ、水じゃなくて風とかだと強くね。いや、で、水の時って大体風変えますわ。対風、2ターン。私、何、大好きな顔、最初見た時さ、ポムと一緒で1ターンだと思ったんですよ。何この革命やろうと思ったらさ、違ったね。1ターンで 100% 2ターンだったらもうポーム何と思ったらさ、違う、2ターンだもんね。難しいな。あなたが残るんだな。あ、これあれか、ちょっと待って、じゃあこっちとこ。ごめん、私間違えてた。一番左だったんだ。だよね。残ってないんだよね。私、あれ左でいいんか、私これいいんか、ちょっと待った。いいんだよね。私これか、ちょっと待った。見失った。自分を見失った。いいんだな、いいんだな、いいんだ、いいんだよ。私これ打った、いや、これ打ったわ。本当はマイナムコポコって言ってほしいけど。ピグメンなにこれブームなの、なんか。引っ掛けやすいよな、確かに全属性だで、ね。コストや。使えんもんな。ガリソン40は多分重いんだろうな。ちょっとその組んでないで。
あれが硬いな。これでもさ、カナフっていくつだったコスト？結構重いよね。ここはちょっときついね。うん。そんなダメージ出せんで。問題はこれがいけるかってことだな。あれを無視してゴロちゃんに行ってほしかった節はあるけど、マイナーマイナーは多分いいと思う。あの辺りは私があれだな。うまく飛んだね。あれ4737、そうだね。うん。どう見ても押した方がいいんじゃない？これスキル打てず押さんぞ。これどう見ても押した方がいいじゃない。なんで押さんぞ。これどう見てもあれだもんな。全属性に変えてもあれだもんな。スホークランツだったか。あれの 50% はまだ分かるけど、これ地味だけどカノプ残ってんだもんね実は。実はあんたが遅かったでか。いやでもあれだとスキルがどうしてもダメだったじゃん。カノクってあれ3だよね。3以外の怖いよな。3か所定以外の怖いよな。火力的に向こうあれかっていうところなんだな。うん、残るわな。でも実はあれなんだよね。本当はここ落とさなあかんだよね。実はいや、こんなとこだけなんでも倒せるとは分かっとるけど、うん、精神的にはで、そうせよ俺でもここだもんな。に逃げてこれどんだけだった？ああ12時50分まだいいか。あれ 120% とかこれって。120、要はあれだが、多分そうじゃないかなと思って。自信なかったでしょ？うん、なかった。あんまなかった。うん。いや、よくわからんけど。いや、よくわからんけど。あの、まあ大体、今までバレとるかもしれんけどさ、大体、私もほとんど一通を聞いてる。よくわからんけど、本当によくわからんけど、ありがとうございました。人によってさ、あのさ、遅延食らっただけで総理とかいろいろ言う人がいるじゃないですか。ありがとうございました。頑張って。もう一回。また。ありがとうございます。もうこれ多分良くないな。なんか良くないと思うわ。だって伸びてかんもん。これどう考えたって。いやもう庭から帰る時間ないでばいいわ。もうこのまま行く。本当でも巣はこう思うんだよ。曲げとった下がっとるところからなんか伸びてったっていうか、動いてったもんなんか伸びとるように見えたんかな。
どっちにしろ初手あれだもんな。どうしてもなんかあんた倒れようとするで、ね、いやだって あっちの体力多いリバコなんかあんま向いてなかったもん。なんか最初はさ、なんていうんだろう、適当に打ててもさ、なんか勝っていっちゃいますが、最初ってなんかすごくおかしくない？9割とか8割ぐらいになるでしょ。で途中でガタってなんかだな、ちょっとすると落ち着くもんね。逆に最初から3割とか4割とかの時やばいよね。もうあの何も見えてない時だもんね。落ちてくと、あの何、真っ逆さまだもんね。歌わんでいいよ。もう全然集まらんね。全然集まらんで、ね。ちょっと一声やるとこ。から元気に出しとこう。あの、インバーなんとか本当あれ顔気に入っとんだけど。うん。あの顔だけで本当ご飯食べれるぞ。あれでご飯食べたら吹き出すな。吹き出すな。牛乳飲んだらダメだな。かけちゃうな。やりいいわ。使っとる人少ないもん、なかなか顔が見れんもん。今日そういえばカメハメハもおったんだよね。地味だけど、あのあれなんだな。あの、実はつく読み持ってやつなんだな。ただコストが75だもんで、あの影には隠れとるけど、実は体力あれなんだよな。凸が不透明だけど。で、こっち追っかけたいんだな。アテナがどんなもん、8000とかそんなもんぐらい。あれ落ちたね。さあ、こう思うんだよな。後ろも切るわで追っかけたいんだけど、引っかかるとあれだもんな。ほんで、並んで、ちょっと待ってよ。あ、来た来た来た、ばあちゃん来た、ばあちゃん来た。けど誰もかかってないでいいね。これ先押しできんでかな、私。したいんだけど。いや、この顔、ほんと。どこら辺見とんだろうね、今。お気に入りだ、これ。そのくせ持ってないの。使う予定なさそうだな、なんか。うまーく落ちるとね、うまーくあれだとね。難しいなぁ、下げるけど。うまくいけんか。風が入っとるで、蘇生は落としたいという意味。蘇生じゃなくて、可能性考えて。どんなもん、こんで、100%2 倍でしょう。私以外生き残っとでいいとこダメージ出すよね。出すよね。うん。そやね。で、ここら辺まで行けられるか。こうしとくか。マイナーの方が多分私より絶対火力出すよね、これ。インバーなんとかがあれだよね。ちょっと名前なった。名前ちょっと見ね。インバーなんとかってコンパーサーみたいなやつだな。あ、生身ねくなった。ノリオが来たね。まあ、でも使っとかなあれだけど。イカだけ引っ掛けるってやつか。まあ、サルパにやられるけど。ノリオの後ろなんだろう。エトナノリオ50の30いくつ？あれノリオいくつだった？ゴスかなんか？風カットになる？モズルとか？あれ私じゃなくてノリオ先に攻撃したよね。いや、いいんだけど。蘇生だな。ちょっと待てよ。こうか。そーっとかあれだったね、届いたね。
これで押させてもらって、待てよ、次だもんな、勝負はどっちにしろ。カットはこれで、いや抜けてほしいの。使わんでもあれだったかな、今ちょっとあれかななんて思っちゃったりしたけど、逃げ入っとるから。あ、でもそうだな、ちょっと待って、これこうしといて、こうしとくか。蘇生は落とさなあかんけど、今しくったか。あれ光っただよな。でもう一枚あるんだね。乗り置いて。あ、でも今日別にあれだな、4枠4ターン5個でね。ありがとうございました。乗り置いて途上に行って最後あれなんだ、蘇生だったで大人だったよね、割と覚えとるね。ありがとうございました。おつありがとうございました。いやでもこれやっぱ良くないよな、これ。今から考え直せんで、全然59分もう最後まで行きましょう。最後だ。いや出てかんで、みんな出てかないで、出てかないで、出てかないで、出てかないで。あっさり待った。どうしても最後なんかあとやろうとするね、うん。ここの最後の何、59分とか1時とかぐらいのシェーディング方があれもなんか本当あれだね、完全敗北食らったみたいだもんね。完全敗北そんなあんた痛くないでしょ。完全敗北は痛くないけど、試合できんのは痛いで、ね。昼間やれいじゃ暇だよ。そんなこと言うなってところで。まあ追いかけどこは。はい。後押ししたって実はあれなんだけどな。リバコの火力は出るんだけどな、数値的には。リバリバ2ではあれだよな、体力リバ2では体力リバ倒せんのか、回復あるで。そこがやりにくさある。うん、待ちにしちゃいよ。デイに打ってまった方がよかったかもね。多分いいだろう、4ステークス。ちょっと怪しいけど、完璧ではないけど。並びが左の上、左先行った方が悪いだろう。関東ステンダーと生き残りで確か良かったんじゃなかったかな。水の5000ぐらいだったら、8。際どいラインは引く可能性はあるかなと思ったけど。で、これがあれだもんね。押すなら押してよ。押し直して。危なかった。危なかった。押せんかと思った。いや、ここ生命線だもん。ここは譲れん。これは譲れん。ありがとう。このボーナスのためにやっとるんだで。こんでリバーどんなもん出せる。ウーマンは多分いいだろうな。そう、36、そう半分ぐらい減らしとるね。
2つ使わせたのはラッキーだったね。これもあそこら辺リバーに任せやでしょ。リバーあっち行く？こっちもらっとくかだった。あれ回復死んでな。多分この中で私が一番火力低いだろう。生き残り分が結構オーバーキルになっとんだね。もうこれも撃っていくしかないぜ。本当は使わんでもあれだけどな。結局何が正解だったんだろうねこれ。まあいいや。わあピグメン、そうか、あのあれもあそういうのも考えよかったね。あんた普通ならあれでしょ、打つ考えるでしょ。そんな全属性がそんな補正なんかもうあれで下舐めずり回してペローンってあるじゃん。ねえ。ここ全体があるでな。今日でも本当思った、あのトムリバなんかなと思ったけど、耐久的にそんな高くないし、使ってみて難しいとこあるよなって。4の4の4って、体力的にはここ、ここ後ろ積んどるもんでも行くしかないもんな、これは。カット入っても。きっついだろうな、これ80の40だったか。竹島きついだろうな。全部きつかったで。タゲットルもあれか。で、こっちか。これ意外に回復サイズは積むよ。ほんであの蘇生分ってことか。まあどっちしろあれだもんな、蘇生してからだもんな、回復は。お互いに火力がなくて回復した後あれだもんな、ザンジとミカン。こっちはあの向こうあれだもんな、もうなんだろう、蘇生後のあのエヴァンジェだもんね。こっちだな。多分もうエヴァンジェがいいダメ出す、おそらく。回復分あれだね。Aren't you going to ask Carol for help? No. Blah blah blah. Except for him, he's useless. What can I? What did you? How can I? How did you? What can I? これでどんだけだった？ありがとうございます。今日でも最初から思ったね、なんかね、後半とか一番最後のエヴァンじゃないけど、回復系と強いよなと思って。じゃあ使えやいじゃん。ありがとうございました。おやすみ。また明日。いや、あの先に部屋出たら負けか、あ、よかった。いかにもなんか愛想のよい挨拶の振り人、実はあのあれなんて、先に出るとなんか負けみたいなさ、変な意固地なとこあるからさ、早く部屋出てくれんから、俺の負けたくないよみたいな感じで。まあこんな感じで勝率9割ぐらいなんですけど、なんかおかしいね。ということで、まあよく分かりませんでしたということで、はい。
まあ上から行こうか。あれ強力だな、強力なことな。あ、強力のことあれだね、強力後で、ね、これそうだね。強力のことというか最近のことないけど、でこれどう思います？初手のリバコとこれ単純に後ろの構成いいわ。まあこんなような感じで落としてて、なんか全体かけたりとか蘇生かけたりとかするような構成として、リバコとスワコどう思います？リバコでリバコで倒せんすが、あの体力多い方の1万だって3000円ぐらいとかいるでしょう、あれって。かん、まあでも勘取って考えても一応いいだろうな。ってことでこれで倒せんくて、結構なフリーランスというか無理というか、誰かのなんか追撃が欲しいとこですが、かといってアテナじゃそんなあれだもんね。あれって8000とかそんなもんぐらい。アテナとだからリバコできついとき、あの体力リバコできついときあるんだよ、見とると。アテナのダメがなんかあれなときある。うんし、あのアテナの弱点ってことないけどさ、リバコで例えばあの私のあの火力リバコで体力リバコを下げるとしますが、そうするとアテナがタゲずらすんですよ。うん、あの2人で追っかけてくれんケースっていうのが多い。うん、私が先に行っちゃうと他のリバコの方とか行ったりとか、それから体力少ない方のリバコとか行っちゃうケースがあるから、だからアテナの方を指導にさせたいと。あのスワコだとそれができますが、あと基本後押しですが、先に押すのってピグメンぐらいですが、そうすると都合がいいかなって。味方の盾をなんか誘導できるってことないけど、基本的に私の考え、初手はもう絶対あの体力多いリバコしかない。うん、体力多い順、あの自分がどんな火力のやつ使おうがって考えてる。だってどっちみち次のターンで回復されるんだもん。また振り出しも、振り出しじゃないけど振り出しに近くまで戻っちゃいますわね。だったらもう最初のターンで倒した方がって。うん、まあ、もちろん全部が全部そんな倒せるわけじゃないね、当然。火力的な数値的にいいと。全体攻撃なんかあるわけじゃないからさ。うん、考えると2人で打たせるような誘導をさせるのに、自分がメイン火力あるやつ、例えばウサとかじゃないけど6000以上とか、それから青龍とかじゃないけど使っていくような、今あるところメンツとして朝ちゃんとかそんなあたりでしょ。リバコ持っとる人はどっちか使う、自分の好みによってだよね。こっちのなんだろう、火力リバコ持っとる人は絶対あっち持っとるよね。体力リバコは持っとるよね。ここはあと好みだろうな、自分の。うん、月読みとか使ってく、あ、そうだね、ここら辺がないと月読みを使ってく、月読み使ってくってことはリバコの凸のが多分あれなんだね、回復込みで多分足りてないんじゃないかなって勝手に読みしとんだけど、コストが重いから月読み使うなら。うん、それ考えるとって言って、ここになんかこの顔が見えたね。打つこさ59か、使ってもよかったんだろうな、どっちみち落としたいんだったら。あと9、こっからどう捻出するかだよね。1出して小町3下げて4、あと5、大体のカバウが何かあるかってやつか。それか諦めて火力構成か何かにして4の蘇生を譲らんっていうふうにいくか。でも4の3のさ、軽くなんか軽くじゃなくても重くでもいいけどさ、押し直した後のさ、あの蘇生がすごく相性いいっていうか、お前がいつもあれだろう、引かせとかでそういうことやっとるだろう。って思うんですよ。味方のカバーが並ぶと、で何べんも言っとるあれじゃないですけどさ、当たり前だけど初手リバコって倒せんくて回復されるし、でコスト的な穴でこれでもそうですが、初手50、例えば4枠40、まあ、メインコストじゃないけど50、40ぐらいのとこ使っていくと、他のとこで30以下が3つですが、20前半から20後半のあたりで、でもうちょいいじってた人10いくつとか使ってかなかのことになりますが、そこら辺の候補というとマイナーにマンマン、それからイハトとかの10いくつのあの遅延とかっていうとこになってきません？あの17ぐらいのあたり、福ちゃんの風蘇生、風変化あたり、21とかであれか、魚沼とかある、21はちょっとあれ、イカの20とかっていうところの中の使ってくる中にマイナーとかが割と使わざるを得んっていうの、
費用対効果じゃないけど、コスト的にあの性能は低くないですか。ただあんまりコスト重くなると、あのちょっと火力が低すぎてなんか置物になる感じはあるけど、うん、だからそう考えると別にニューでもまああれかなって、自分になんか使、自分の使ってることを正当化しようとして裏、後ろから理由つけとるだけだけどね。うん。まあ成績が通じないとダメだわね。うん。かなって。うん。割と水って、この方がちょっとそこそこ、なんかないかなって。日によってこれね、なんかね、いい時となんかすっごいなんか全然っていう時なんかあるんですよね。うん。40は重いけどね。あれ入れると5が動くんね。遅延が間に合うもんね、あそこは。完全に。その盲点はあるな。うん。自分が残っちゃうっていう嫌なとこあるけど、あれ落ちちゃったら4で入れるのないもんね。後ろ全体入れるもんね。みかん入れるしかないもんね。だったら4みかん5蘇生とかになるもんね。うん。5全体が入れるし、安いコストで入れれるからかな、みたいな。木こりがすごい思ったんだけどね、これ28他の使ったりしたんですよ、あいつなんだノバじゃないエヴァかお前わざわざ言ってる、エアホン聞いてよ、うん、やっぱ自分が落ちた方が多分いいだろうなと思って、相性的に、うん、でも本当持っとる、これマジで巣箱の方がいいんじゃないかなって、うん、そんな理由。これだって自分がメイン火力になると何所定落とした方がいいって考えとるでしょ、かタゲかぶせしてくれんもん、うん、そうすると清流とかあっち側行くし、それがもっともっと続いていくと2枠とかでも所定のリバコ残ってもマイナーとか、それから他の何だろう、もっと体力低いやつとか自分の倒せるとこ行っちゃってずーっと残ってくから、だから自分が主導権にさせん方がいいんかなって、誘導させるって意味で、うん、で、スワコが相性いいかなっていう理由かな。あと地味だけど、連撃が、うん、なんだかんだ言って。ハテナとスワコで別に打てるもんね。7000、6000だったら、うん、なんとかなる数字だから。考えるとまああれかなって。行かざるを得ん時はね。他の人が行ってくれる時は、もう清流とかにしとくかな。うん、相手のあのメンツ見て。回復リバコは絶対落としたいね。落とせるんだったら。落とせんくてもやっぱたげりたいな。うん、なかなかリバコいないときないもんね、今日に関しては。で、まあこんなんかなって、どう思います本当に。これ、落とさせたいで逆にこいつでもやったんです、一回。わざと。どっちみち置いときは多分、たげてくれるわって。落としてくるんだけど、これの火力が低いもんでさ、あかんのですよ。これと何かじゃ、落とせんとこあるもんで。4000と、これとアテナでもなんかすっごい際どいときあった。だでやめた、うん、結局落としてった方がなんかあれなんかな、落としてっていうか倒せんくても火力あれ使った方がっていうふうに思った。まあ結果出てないとダメだもんねうんということで初見です。いや使うでしょいやなんか真っ先に思った、どっちみち今日なんかトムリバやってくるだろうなっていう読みだった。初手使わんかったら。初手は何火力リバコにして、後ろリバにして、トムリバにして、で、2と3余ったコストで埋めていくみたいな。っていうのが割とあれなんじゃないかなと思ったんだけどさ、計算してみると 70% のリバコじゃそんな火力じゃ耐久高くないんでね。4万前半とかそんなもんぐらいじゃなかったかな。実際の何だろう、落とせる数値になるともっと落ちるわね。先生のところのサイトの耐久指数からは落ちるもんね。確定取れる数値は。考えるとそんなに高くないよなって。だって50と、さ、継続できるのはわかるけどさ、全体かけは別にそんなに怖い数字じゃないっていうか、生命線のそれが何、安定した6割やじゃなくて7割ぐらい欲しい。7割ウーマンレベルだもんな。赤ウーマンレベルだもんな。6.5 割とかぐらいの、カバー率、安定率出さんとって思ったけど、結構全体とかあるからこれ無理じゃねえって思ったんかな。うん。だって風変身はいいかなと思ったんですよ。最初なんかこんなんでよかったよ。うん。裏とかもう本当になんかなんて言うんだろう。スキルが置き物になるし、風変と喧嘩しとるし、補正入っても火力高くないし、だから役に立っとんのか足に引っ張っとんのかよくわかんねえって、使っとる人がほとんどいないというか私だけだったよ。多分思っとんだろうね、バカなんか。どうやりたいで使っとんだろうなって。
俺はちょっと周回して撮ってたぜみたいな、なんかこいつなんかいやらしいやつだな、多分あれじゃないの。いや、水でも通用すると思う。通用はするよ、確かに。その耐久的だってこれ、数値的に言うと2万ぐらいになるもん、補正込みで言うと。ただ、当たり前だけど、水の三泊ってものすごく風変多いですが、イカさんもものすごく多いですが、それと喧嘩しちゃうんだよね。だって風蘇生もらった後ってその 100% じゃないから、そこでガニ、カット 72% か。使ったら大変でしょ。かといって風変した時に使ったら大変でしょ。じゃあ一緒じゃんってことだね、結局。で40いくつぐらいで、これあと2で43とか使える。だったらこれ、いいねとか、ガリスとか使えるぐらいのコスト多で。だったらもうちょい他のとこ工夫した方がいいんじゃねえのっていう話であるよね。ディアクドバトラーで別にこれ余ったコスト入れただけでなんか有効なのかよくわからん。うん。3000の火力が弱い。魅惑に関しては。埋まるのがいいんじゃねえかと思う。絶対思う、これは。どう考えたって。埋まるとコストいくつだった？32入るじゃん。埋まるのがいいんじゃね？うん。で、風変して確かに蘇生できてって思うけど、あの、100% カット系があんまり多くない。最後の多分30とか咲くぐらいだったらあれなんだろうね。無難に、あの、大波さんの蘇生っていう考えるだろう。だって今日5ターン動くもんね、余裕で。4枠の4だって動くもんね、余裕だよね。初手リバコ使っとる人がほとんどあれだよねって思ったんですよ。で 4ターンとかの可能性考えててもなんか強い耐久が結局なんかトムとかしか作れんし、だったら別に3ターンでいいし、4ターン使うんだったら心ぐらいしか思いつかんかったんかな。あとなんだ、残滓とか水のカット高いやつ70何パーぐらいあったでしょ。70か75ぐらいとか、あのあたりしか思い浮かばんかった。で、なんかこんなのやってみても、まあ行くとこやけど、結局火力切れで負けるというのと、あとやっぱりあれだな。初手残る構成だと最後まで責任持って、蘇生入れな感じ。4、なんか、なんだろう、連撃とかの相性いいかなって。まだみかんとか、みかん蘇生とかにした方が。で、無理して裏戸使う必要はないかなって。うん。で、最初裏戸多いかなと思って、あそこで皮片入れてどうしようかなと思って、そしたら後ろで止まったんですよ。皮片入れた後ろ、これ火の全体なんかないし、裏戸蘇生さして、どうしゃいいんだろうと思って、風全体かけれんし困ったなと思って、イカミカンの方が多分、有効なんじゃないかなと思った。うん。ね。ということで、まあ、あの、お荷物でしたということで。最初だけこれあれなんだよ。5の4とかなんかで、ね、ああ、俺って天才かなって思ったんだわ。まあ、最初だけだと思ったんだ。多分これ罠だろうなと思って。使い続けていくとなんかハマってくんだろうなと思って。途中から怪しくなってさ、だんだんなんか S の方の数字が消えてってさ、ランクの方じゃないけど、だんだん下の方行ってさ、A が見えるぐらいまで行ったから、ああ、いつものパターンね。ダメなやつね、と思って。うん、まあいいじゃんということで。やまりに耐えるもんでさ、まあ動くよ、だからって、だからなんだっていうところだね。うん。こういうのってちょっと歯車食うとあれなんだよな。三みかんとかより多分三をなんていうの、京子先生とかああいうカット系、ゴーくんとかじゃないけど、まあ私はゴーくんと呼ばさせて。あの手のやつ、3ターンのカット率高いやつ、80%、85% とか、あたり入れた方がなんかいいんじゃねえかなって。いや、動くんですよ。普通にスキル発動して、連撃コンボできるんですよ。あちょーできるんだけど、だからなんだっていうことで、結局相手のなんか、2とか3とかポロッと漏らしたやつとかをなんか追いかけれんくて、その分の残数差1でなんか、本当は勝ったんじゃねえのみたいな、実は完全な負け方をするという、かな。最後なんかあの手のやつ、蘇生のなんていう体力低いやつなんか私なんかあんまりかなと思うんだわ。マミーさんとか、火で言うとコスト15、6のいますが、アロマだったか買いのってさ、好みの問題かな。まあ良くなかった、なんか。本当って初手体力向いてない、マジで。思う。うん、これ作っただけかな。どうしても裏の、リバコ裏のどうしてもだった。なんかこれだと、ね、スキルターンもっと遅いの動くから、みかんと蘇生もなんかもったいないんかなと思って。かといって下げてもあれだもんね。なんかそこら辺の上位互換じゃないけど、最後蘇生入れるんだったら、まあ、みかんとかなるわな。
みかん遅延残時とか大抵構成なんかあれなんだよなということで、こんなやつなんかいかにも考えそうじゃない、リバコ持っとる人って。ともリバ考える人って初手に多分アテナスって入れるでしょ、癖で入れん、癖っていうかその代替案がないじゃん。あ、もちろんあのもう一個のリバ使ってもいいよね、火力リバ入れてもいいよね。いや私ウラード入れたからコスト足りんから、そうするとニューになった。今日ニュー弱えんじゃねえかなと思ったんだろう、なんかすごい疑心暗鬼だった。やってみるとまああれかなと思って、そんなに教祖様とかおったら確かに風変してパチコーンっていかれるけど、どっちみちニュー倒して初手の残りを追いかけなあかんこと考えると、2と3なんか嫌がらせみたいにカバーを置いた方がいいのかなって、っていう方法しかあなたないんでしょ多分、やり方がどう考えても。初手耐えてなんか作っていくってことはできんのでしょう。そうするとなんかクッソみたいになんかあれだもんな、負けてっとるもんなあんた、うん、かな。まあ裏戸に固執しすぎたんかな。いやいけると思ったんだわ、だって耐久値高いし。ただほんとさっきからずーっと言っとるように風変と本当に思いっきり喧嘩しとる、真面目に。うん、エリュサデルに使ってほしいのはいいんだけどさ、蘇生されたとね、同じ言葉だけどスキル使っても意味ねえもんね。そうすると裏で使っとる意味ねえよね。40いくつだったら他のもの使えようだよね、使えるもんね。これあと4いるか、45メジャーと使った方がいいんじゃないの、まだこれ多分ねえっていうふうになるもんね、これ、うん、で却下した。あと、ともり場がめちゃくちゃそんなにって思う。それ確かに耐久はあるよ。あるよ。継続してあるよ。全体かからんかったらあれだけど、だって見ての通り全体どっかから出ていくでしょ、なんか。一個はみかんとか出てきたりするから、そんなに安牌なんかなって。うん。だから1のリバコ絡みのなんか残数さをうまく生かすような、なんか3以下とかあれだよね。うん。そこら辺もやってみようかったね。ということで、こんなぐらいしかないです。あ、これ作っただけで多分やってないわ。うん、こんなん思ったんかな。こっちのが良かった。初手のアテナでもちょっと火力な。スワコのかな。やったスワコ使えよかったか。スワコ使ったらでももう右みたいになるわな。と考えたら2枠コスト下げもいいには入らんでニューになっちゃうもん。私の組み方だとね。そうすると3以下か。あれだね、木こりになるね。3以下なら4あれだもんね、全体になるよね。全体全体ってなんかあれだよね、蘇生入れたいよな、どっかにな。最終蘇生じゃないでしょあんた、多分全体入れるでしょ。じゃあ3か4で全体蘇生入れなかもなっていうふうになるよな。おう、あの木こりじゃなくてあいつメジェドはオバキューって言わずに蘇生に引っかかるのが逆に嫌かな、使わせたくなかった。おう、まあ、もちろん倒される火力は出るけどね、ポムとかで割と追っかけてくる構成あるし、魚丸だっておるから水そうだな、ラインナップ多いもんね、うん、こんなんでもよかったのかな。これを組んだだけ、足長ならどんな風になるかなと思って計算して 99% とかぐらいじゃなかった、足長だったら。でも50のやつ落とすとき80使ってくるんだもんね。2と3がなんかスカスカなんですよ、あんな風なんですよ。だったらまだなんか何初手妥協じゃないけどしてニューとか木こり入れた方がいいのかなみたいな風に作ってやめたんかな。結局4とこは一緒なんだよね。うん、そうだな、有利取れそうなところが4なんだけど、その蘇生するのに前の方で生かすなんていうのを残数差作るようなカバーがないもんね。木こりとあれは相性いいと思うんですよ、あの4蘇生のやつは。パレンケとハンコみたいな感じ、うん、パレンケハンコ使う人ってさ、あの自分のパレンケターンの時にさ隣に田島とか並んでるとさ下舐めずりしないです、ペローンっておいしいの来たぜって、おってで相手の火力が特に低かったりしてさ、エンパとかいなかったりしてさ、さらに言うと味方になんかなんだろう、ポジとかおってさ、うまーくこれなんか私あの先後カバウか、あ先カバウにして後押しにしてこっそーり最後にちょこっと行って、で私だけあのペチッと落ちて行くと、これなんかポリとかも蘇生できて美味しかったりするんじゃないのっていうふうに思いません？2枠の立場なんか落としたらもう蘇生できたら最高じゃねみたいな、うん、っていつも思ったんですよ。
そんな感じ。あれがなんかボーナスタイムみたいな。うん、っていうのがなんか聞こえるとあいつ、あいつって言ったね、なんか、レイカちゃん。お前の話じゃないよ。が、なんかあれかなって、あの組み合わせが。3カバウ4蘇生が。うん、まあ結果がついていきたいで、ダメですね。これから書いてただくか。多分なんかこういうのダメだろうなと思った。だってリバーコ入れると4蘇生とか動くけど、これ蘇生蘇生多分弱いだろ。なんか火力ないからあれかなと思って。これやってないな、確か。どうしてもウラブだね。うん。そりゃ、まあいいじゃん、その多分別に何使おうが。っていうことで、明日でございますか。明日全属性だね。全属性の 999?ギャグで考えたけどさ、普通に動くんじゃねえかなと思って。だって4のコーラ残るでしょ。初手多分あの耐える狙いだったら、ツクヨムが一番あれじゃないかな、盲点になるんじゃないかなって、火力的に。補正が水の火力入っとって、スペインってあれでしょ、あの、レイチェルと、なんだ、ガウガウでしょ、ガウガウ水のあれでしょ、あの、足長と一緒タイプでしょ。で、レイチェルそんな火力ないじゃん。6000いくつの6000いくつのバランスタイプだね。ウサを一回りぐらいなんか太らせてるんですよね。実際は痩せとるけどね、見た目は。面白くないよ、そこ。うん、分かってるよ、そんなことを。うん、かなーって。200別にダダクサにカニ置いといてもなんか残るんじゃないかな。明日どうなんだろう。裏打対策でめっちゃ疲変してくるかな。疲変されても水蘇生あるから、どっちみちあれじゃねえかなって。で、コーラ残って最後6蘇生って、これギャグで本気でだと思ってない。多分良くないと思っとるから。うん、まあ、前構築じゃないけど、こんなんもって考えてみた。うん、まあ、本命っていうか、こんなじゃないかなって。初手は火にした。おそらくというか、絶対、初手にカニや、あの、悶絶ガニは使ってこんと思うけど、悶絶ガニってなんか美味しそうだね。タラバガニの親戚みたいだね。そんなことない。そんなことない。悶絶ガニ。逆に食われるか。うん。は、使ってこんと思うけど、あの、水が高火力ですが、補正が、足長含めて、それがガウガウしかり、で、水風だで、レイチェルが等倍になるか。6000いくつのあたり。考えると、風とか使ってきて、裏書いて使ってくるのとか、机を見倒せるの明日で言うと多分風の高火力しかないよね。あの、アマテは、あれだもんな、足長とか倒せる。足長使う人は多分、初手使わず2に使うでしょ。2に足長使う人は多分、あの、ガウガウ持っとるわ。うん。多分2に足長使う人は初手にあれだわ、デン使うわ、なんか。うん。つくよみだ、多分。アマテじゃないと思う。うん。って考えると、つくよみか、あたり、それから、まあ一応カニ目当てにしたんだけどね。また風の効果力かなと思ってる。つくみ狙いで。うん。まあ一応これにした。うん。だって、悶絶ガニとつっとる人多分10人いないよね。5人ぐらいだよね、多分。おそらく。私の当社リサーチによると。だってこいつらみんな初手とか使うより絶対に適正枠で使った方がいいもんね。もったいないよね。まあだから普通になんかつくよみ狙いで風でいいんじゃないかなと思ったら、まあこれちょっと初手は考えながら。なんかあとはいつものパターンだよね。うん。3が風遅延あまりにも、多分なんか1円のが多いんじゃないかな。1円多い予想。裏のでもどうなんだろう、後で喋るけど。凸割合は低いよな、やっぱり。だって上でも先週ぐらいしなあかんってことは、先週ってだってあれだもん、1日1000問解いて200周他の問題、あの、復習とかの抜きにして、1000問200周を金曜から金土日月か5日間か、金曜日は200周はきついだろう。どう考えたってスタートが金曜日木曜か。あ、木金土日、ちょっと待って、今手を取る。木金土日月で終わりか、かだから5日間か。5日間でも木曜日は実質ないからあれか。
でも金曜日だとあれだね、社会人とか学生の方って昼間とか多分あれだから、土日はメインだよね。月曜日そうだもんね、午前中あのカソカソだったもんね。なんで知っとんの？これ部屋立つんかなと、本当に体勢よりひでえだなと思って、うん、まあそんなことはいいとしてもさ、突立だ。明日でもどうだな、まあ一応裏戸対策でなんか7円やってくるんかなって。ただ無制限なんで非常にやりにくいよね。ただ裏戸残るわな。だからそれかもう3アニガッサ蘇生して全体かけるとか、裏戸を、じゃあ遅延食らうわな。風使うとそこがあれかなと思って非蘇生の全体にした。あ、でも今作ってみようか。でもそれもありだよね。待ってくださいよ。裏戸狙いで待ってください。3のカバウがなんか塊のところで、蘇生ってなんか自分が落ちにくくてうまく決まりにくいかなって、なんか計算しにくいっていうの。最後何がいい？これ絶対あれだろう、これでいいだろう多分。こんな風裏戸狙いで、あれでも裏戸なんか蘇生させないの多分スキルで残るに普通に。だってあいつ1人倒すと2番くらいいるんだよ、補正込みだと。秘密を2番倒すんだよ、いくら無制限とはいえ。きつね、そんなもん。パレンケもいったらおるようなもんだよ、どう考えたって。秘密なら当倍だもんね。ただ火で遅延ができるというだけか。その代わり水に蘇生引っかかるから、うん、で水蘇生使わせるまでもなくスキルで多分、うん、耐えちゃうんじゃないかなって。ない、まあ一応こんなんも組んどいてということで、うん、まあ3が普通にというか、風遅延も、風遅延でもいつ最近そんなめっちゃ全属性多くないよね。火の方がなんか狙われて、火の方がそうだな、歌舞伎とか引っかかるもんね。うん、で火やるのって多分アッコシャンじゃない、狙うのって。あ、風蘇生させるからあれをざっこいと思うんじゃない。あ、セルフ蘇生も含めてだろうな、多分止めたいんだろうな、うん、水にせずにそのまま全属性にするやつを止めたいんじゃないかなって。だって3飛転したらもう後ろあれだもんね、 ほぼの高確率あれだもんね。イハとかなんかな、風遅延出てくるもんね。うん、風全属性のセオリーじゃないけど、まあこんな風にはなるんかなって。あんま風チェーン異常に食らうんだったら、そんなに多分いつもの感覚で食らうんだったら、まあなんかカニでごまかしたらかなって。2のカニがどうなんかなって全属性で見たいね、これね。まあ明日でもあれな、品が折れて別に落とせるでいいよ、いいけどね、うん、問題はないと思う、うん、明日に関しては使えるから、コスト十分だから。その足長もあれだもんな。あ、まあそれも後で喋ろうか、うん、ということで、まあここら辺でデッキをちゃっちゃと行きましょうということで、あれちょっと待って。で逆にカニなしだったら、まあでもいいねでいいと思う、うん、7円じゃないわ、201円されたらあれだね、誰もスキル点でヘイトさんが泣き出すね、うん、なんだろう、疲弊とか含めて足長折でやりにくいかかな、どう考えるだろう。変になんか風何言ったろう引き継いでカット率じゃないけど耐久上げて耐えすぎん方が逆にいいかなって、程よく落ちた方が、うん、水使いたくないのはあれだね、蘇生に引っかかるのが嫌っていうだけかな。まあそんでもないかな、一番なんかセオリーじゃないけど無難じゃないけどこんな風になんかなっちゃうかなみたいな。で逆に足長使っておこうかなみたいな、どっちみち4とかあんな風になったんだけど、大体案じゃないけど遅延とか考えて打ってくの考えると火食らうから全属性使いにくいよね。歌舞伎とか足長の後ろに歌舞伎とかじゃないよね、田島とかもあれだもんな。タウロスで一応風はあるか、まあ使ってくのはタウロスとか無難の路線じゃないけど、ただここ一発で決めたいかなって考えるとこれでもすっごいギリなんだよね。カニが88%かかってで6400のかける2か、うん、計算してみたら、考えるとだったらカニ使った方がいいんかなって。まああれは緩和な耐久的に、あ、これは違うねっていうことで明日終わりなんですけどさ、まあ、そんな感じでこの協力じゃないけどさ、
これか協力じゃないけどさ、ま、画面戻しとく。あれってさあの そうかちょっと待って裏のにしとこうか。これわざとやってみたった。自分の手持ち全部とっつったった。こんだけやってネギが30ぐらい減ったんかな。まあそんなことはいいけど、あれって運営さんの方でもさ、その何今で言うと何あの直してほしいとか前に戻してほしいとか情報案とかいろんな ありますが、クソったれこの野郎みたいなやりやがってみたいな、次は下げるよとか、まあ、いろんな意見はあると思いますが、どっちかというと反対というかやめてっていう声の方が多いですが、どう考えても賛成という意見があるわけないですが、これってさ、この今回のでひしひしと思ったのがさ、運営さんって別にこれよなんていうの悪気があってとかさ、やっとるわけじゃないんだろうなってっていうのを思ったのがさ、この手のものづくり、まあアプリでいうと IT 関係とか以外こうやって創作物っていうか、全く何もないとかゼロから自分たちの発想とかで作っていくわけじゃないですか。パソコンとかそういうのを駆使して、普通のものづくりって工場とかじゃないけどさ、なんか飛行機とか車とかの部品とか、それこそ家具とかじゃないけどさ、今着台があるから見えてるんだけど、食べ物いやいやそうだね、牛丼とかでいうとご飯とかから、それから牛肉だってそうだし、お店でもちろんタレとか玉ねぎとか作って、牛肉だってその生産者とかあったりして、その手の生産者の人たち、まあ、自分たちのしとる職業でもさ、いろいろありますが、歯医者とかやって受付とかやったってそういうカルテじゃないけど何か作るから、あれだって一応生産って言えば生産ですが、その手のこと、まあもうお客さん対応だから接客の方がメインになっちゃうけどさ、何らかのものをゼロなりじゃないけどさ、ゼロではないけどさ、多少なりは作るわけじゃないですか。農家だってそのナスやキュウリや大根やいろいろお米だってあるし、それからさっきのお肉じゃないけど飲食店だってそうですが、でなんかの部品とかじゃないけど作ったりとかでも、スマホのなんかの部品とかあったり、それこそなんかあれリモコンの乾電池じゃないけどなんか半導体じゃないけど細かい実は知らんとこの部品とか、仏壇とかのものそうですが、ああいうの全てそのこういうこの手の IT 関係で、例えばゼロからじゃないけどアプリ開発とか、それからソフトウェアとか、全てあのビットコインとかああいうのも含めて全てものづくりする人って基本的に何て言うんだろう、その詐欺する人とか以外はさ、悪くなるようなもの作ってないですか。最初から人を騙そうと思って作ってるのは別として、オレオレ詐欺とかじゃないけどさ、農家とかだっていやこの世界は何恐怖と同族に貶めろって言ってて毒薬入れてさ米作っとるわけじゃないですか。中にはそういう事件もあるかもしれんけどさ、車の部品作るってそうですが、いやこの世界をカオスに貶入れてやるってさ、ブレーキのとこにさ漏れるようにしたりとかさ、タイヤの空気圧を異様に低くしたりとか、そんなことしてるわけじゃないですか、まあ、どっかのなんかあれか車屋さんかお前なんか変なこと言うなよ、うん、っていうのがアプリとかでもそうですか。この手で変なことをするなんて、そのなんていうんだろう、詐欺したりとかそういうとこですが、でも少なくとも英語の物語がそういうことっていうふうには思えないですが、だから元からなんていうんだろう、感性が違うっていう言葉であえて言ってみるけどさ、悪いと思ってやっとるんじゃなくて、良かれと思ってやっとることが結果的にユーザーをなんか苦しめとるような結果になっとんじゃないかなっていうのがさ、これ過去から振り返っていくと、私の何記憶じゃないけど、あのさっき使ったカノプじゃないけどさ、対面によってとあの全属性のコスト重いやつ、新しいカノプ、あのあたりが出たからガチャの排出ってよろしくなくなってきましたが、だんだんで対戦のレギュとかでもそうだけど、でちょっとしたら先行ガチャとか増えて、で耐久ユールとか増えたり、デンも補正が入ったり入らんかったり、ジャンヌとかなんかあのあたりでも、でその前あれか、ソフィアの進化とかなんかあったか、でウォルカの補正が入るか入らんかみたいなのもあったりで、あれでも何結果的にこうやって言うと、あの運営批判とかなんかさですとかなるかもしれんけど、うん、苦しめようとやっとるわけではないんじゃないかなっていうのは、ずーっとなんかそうすると過去のパズルが合うっていうかさ、例えばレギュレーションでも今回で言うと、まあ裏の中心はあるけど、まあカニ使いや、まあ、ねカニ補正みたいな
風さんがないでまだ良かったよね。うん、それでは作らんかって多分あれだな、あのあまりにあの批判にさらされれば、ね、多分やめたんじゃないかなって勝手な想像したんだけど、本当は入れたかったんじゃないかなと思って。だって最近に言うとかあのマロカの時でも風とかが補正入って、ね、そこら辺の耐久ユールがどん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 使える、さらにあの時なんかカニとかありましたが、うん、っていうような補正ユールが使えるように、まあもちろんあれだね、売上的にガチャ引いてほしいから使ってほしいっていうのは、使ってほしいとかね、誘導させたいところはあるけど、露骨すぎると声も上がってくるっていうのもあるけど、意図的になんていうのは苦しめようとやっとるんじゃないわけじゃないんじゃないかなっていうのが、っていうのが感性が違うっていうのっていうところで、例えばだって今回の協力だってさ、これ本当になんだろう、批判とか上げ足取っとるとかじゃなくてさ、ごめんなさい、ちょっと喉がだってこの協力の企画ってさ、例えば企画あの社内で企画した人がおるわけじゃないですか、誰か知らんけど、少なくともトップではないと思うけど、そういうなんか企画班みたいなのが多分あると思うんですが、それ企画するわけじゃないですか。でそこでその例えば協力の企画内容として社長というかトップは目を通すでしょ、倒産っていう案もあるかもしれない、その下が目を通すっていう案もあるかもしれんけど、なんそこ倒産かったとしてもさ、その企画を何て言うの、ナンバー2かナンバー3かなんかが通したり、あの目を通して承認じゃないけどこの方向に練ってこうとかって案とか出るわけじゃないですか。そうするとそれに対して開発していく班もあるわけじゃないですか。開発した後じゃないけどテストプレイとかしていくわけじゃないですか、バグとか含めて、あの致命的なエラーとか、それからバランス的にどうのか、まずそこら辺知らんけどさ、っていうことはこれってこの今回の協力の何で企画案から出来上がったあの今回の協力 の, あのドロップ率とか、それから進化 の, あの素材のハイパイじゃないけどっていうところに関してさ、全てテストプレイをやってトップが何ハンコポンじゃないけどさ、稟議書じゃないけどさ、承認しとるわけだよね、リリースするにあたって。それはそれを開発しとるんだもん、作っとるんだもんね。そこは全員が全員の目にじゃないけど止まってテストはしてプレイはして黙認じゃないけど、これでいいんじゃないの、まあなんとかじゃないのっていうような風には一応はなったんだよね多分。いや中には絶対おかしいってあの声を大きく言えんかったという人もおると思うよ。だけどこれ批判じゃないよ本当に。やっててさ、ここら辺のところ例えばさ、いやこれすっこいドロップしてきてもう強烈2回に1回でうざいんですけどとかさ、いやもう枠パンパンじゃんってこれだって1000回やったら500個ドロップするんだよ、500枠もあるんだよ、500あれだよ、とつったりして、ちょっとこれお金足りんのじゃないの、いや拡張するチョコがない、いやそこにショップあるじゃないか、いやそういう問題じゃないとかってさ、えそういう課金誘導なのとか、お金足りんでこれなんかもう全然周回できんとかさ、あの枠がいっぱいとかっていうの声は一つは上がるよねっていうのに対して、でも あれだね、最終的にこの内容でハンコをポンって押してリリースしたわけだ、だからこれをリリースしたことをデスとるわけじゃなくて、その感覚がまあ私が正しいかどうか別として、ある程度私の意見が世間のなんかある意見に近いんじゃないかなという前提として、ズレは結構あると思いますけど、そこら辺のところの感性が多分だいぶ違うんじゃないか、違うことをおかしいって言ってるわけじゃなくて、うん、まあ、別にここら辺のところに違和感じゃないけど持たずに、リリースしたことを文句言ってるとかじゃなくてさ、だってこれさ普通の人間って言ったらあれだけど、普通じゃないって言ってるわけじゃないけどさ、本当にいいものを作って、いや本当にいいものを作ろうとしとると思っとるよ、でユーザーに喜んでもらおうじゃないけどさ、ものづくりしとる人ってやっぱお客様の笑顔とかじゃないけど、その手のってね、農家とかでも美味しいお米って言ってもらえた方がやっぱ嬉しいしね、ラーメン屋とかでもそう、やっぱ美味しいって言って残さず汁まで平らげてね、言ってくれたら嬉しいわけじゃないですか。弁当とかでもやっぱりせっかく自分たちの作ったもの残されたりすればね、あの飲み屋とかでもちょっと悲しいとこあるわけじゃないですか。それ他のものを作っても一緒だよね、車のパーツとかにしても、それこそ家の家具とか家とか作ってもそうだよね、住みやすいとか言ってくれれば嬉しいしさ、
ね、車だってさすごく乗りやすいとか快適とかさ、いやオイル交換してもうすっげえなんかポシャリオになったとか全然エンジンかからんとかそんなこと言われたらあれだよね、へこむよね。ということでこれに関しても別に悪くしてなんかユーザーを落としてでさ、こいつらに本当にチョコ使わしてそこにショップあるから買えって言って、んでもうあんなにやる気も全部無制限買えみたいなって、悪徳でね脅し入れて苦しめてお金儲けようってやっとるわけじゃないんだよと思うんだよね。良かれと思ってやっとることが、まあ、一般的になんか全部が全部大って言っちゃうけど裏面で言っとんじゃないかなと思ったんですよ。そのこの辺の言葉を全てひっくるめて感性が違うって言ったの。感性が違うのがなんかダメとかそういうのじゃなくて、そう。だって完全にあれだもんね。でこれに関してトップとかが何内容ドロップ率からそれからそのやってったらどうなるかっていうのを知らんって知らんって言わせんとかって言ってるわけじゃないけどさ、っていうわけではないよね。100割10割まあいいとは言わんでも、まあ、7割6割ぐらいまあ、いいんじゃないのぐらいの感覚はあったんじゃないかなって。3割とかダメだったら作り直すでしょ、リリース後にするとか協力をなんかやめてチョコ50個ぐらい配っとくとか、なんかやりようはあるよねっていうとこが、その過去のずっと来とるところのカノプとかじゃないけど、そこら辺の排出率の変更から体制の礼儀設定、それから今回の協力の仕様変更とか、それから電の設定から補正が入ったり入らんかったりで、ソフィアの進化 の素材とか変わったり変わらんかったりとか、その統一性とか世界編なんかに関してもドロー率変わったりとか、うん、っていうところがなんかで今回の足長とかのじゃないけどドロー率のあれのとか、それから上と下のステージでダーウィンとかがあったりなかったりとか、上だけあったりとか、これも何ないことをねですっていうかね酷評とかしとるってわけじゃなくて、やってったら思うよね。どっちかというと下の方のがやる気消費が割合が多いわけだからさ、サービスしてあげた方が、ダーウィンぐらいまああってもどっかにボーナスでどっちみち使うのか、ネギはあってあげてもいいかなっていうのはあれだよね。ちょっと足らんぐらいの倍率にしてあげた方があれだよね。少し日曜回るぐらいにしてあげたらまああれだよね。下なんか完全にだってネギ足らんわけじゃん。その代わりドローするためには下いかなあれじゃん。でもやる気多いし人集まらんじゃん。土日過ぎたらもうすっごいカソカソじゃん。人集まらんじゃん、どう考えたって。同じような人しか部屋建ててないじゃん。それかあんたみたいなソロラーみたいなやつかな。下はソロラーはおらんか。コンビとかトリプルじゃないと無理か、あれは。コンビでもきついな。あれはトリプルぐらいじゃないときついな。ソロはでもできるか。裏でまでできるか。だって上ですらそのなんていうんだろう、ソロでが増えてくような状況で人数はどう見ても過去最低だと思うし、それはできんわな。何より協力続けるとあれだもんな、その枠の整理とかにかかってくるかっていうこともやっていけば分かると思うから、本当に文句じゃないんだけど、そういうところに関しての、うん、感性がすごい違うんじゃないかなって、ユーザーが一般として全体的なユーザーの意見がズレはあるよね。ユーザーに関してチョコはそんなあれだけど、あのお金がきついとか人によってそれぞれあると思うけど、そこまではみんなめちゃくちゃ大きく変わらんと思うんだよね。きついっていうのは、うん、ネギが足らん、拡張のチョコが足らん、突する金が足らん、うん、っていうところ、それから裏とか集まらんっていうところ、うん、それだって上で1000ザクッとした数字で下で500は回らなかんわけなんだもん、うん。でさらにあれなんだね、数字の上振れが危険か立ち悪いんだよね。悶絶ドローがないから、前だと 2% と 1% か、下 2% 上 1% あるから、その分の上振れがあるから早い時あれなんだね、金曜とかに追われるんだよね。可能性的に言うとすごい上振れいくと土曜日とかには割と周回して追われるんだよね、うん、午前中では追われるはず、うん、あとはもう貯金モードに持っていけるというか、まあ乱獲されんっていう防止もあるかもしれんけど、でもどう考えても期待値的じゃないけど、周回率は増えてね、数は増えて、さらにその数字がばらつかんから落ち着くんだよね。私もやって思う、あれは。だってあれ何にもせずに突しとる人なんか、あれ逆算すると周回数わかるもんな。いやそれぐらいブレがないもん。だって50%はブレんってどう考えたって、1000回とかいったらブレようがないもん。それブレたら裏もんだもん、うん。
確率通りじゃないもん。っていうところを含めてのところじゃないけど、私レベルでもやっていけばそれね、気づいてくるところを知らんっていうわけじゃないと思うから、ここら辺でいいってゴーサイン出したっていうところが、もちろんトップ含めて中の人から開発に関わる人、企画に関わる人とかテストプレイに関わる人を全部批判しとるわけじゃなくて、まあ一番はトップだろうね、やっぱりどうしてもそこの意思決定はどうしてもトップに行っちゃうからね。トップがポン行くって行くんだったら、あれだよね、開発とかテストに関わってる人なんかうんって言うしかないもんね。そこら辺は組織としては、会社としては、うん、それは致し方ない部分もあると思う。かといってトップを批判とか意思決定する人を批判とかどうのこうのじゃなくて、そこら辺のところの感性がなんか、うん、違うんじゃないかなって、結構なところでっていうのが今年になって、そのなんだろう、インフレというか、なんだろう、売り上げを狙うというかどうか分からんけど、そこら辺の生産高を上げるみたいな動きじゃないけど、っていうようなシフトの方になってって変わってったんじゃないかなって思っとる。まあ他のソーシャルが、うん、確かに金額的にはね、うん、あるよ。どうしてもここら辺のとこって何なんだろう、確率とか思いっきり悪くせず、何か凸を増やすとかなるかな。うん、種類増やすか凸を増やすか、枚数重ねていくか、うん、っていうところになるわね。悶絶でも種類を増やすとかさ、っていうところ、うん、まあ要はいっぱい集めさせて、単価は上げれんもんな、ガチャの単価は。3000円で集まるやつを3万円とかはいきなり10倍とかポコってのはやりにくいもんね。その回数を増やさせるしかないもんで、うん、まあ、世間体を気にしながらやるような感じになってくるとっていうところなんじゃないか。だから悪気があってやるんだったらもっとすごいアコギにできるもんね。その前になんて言うんだろう、両親の呵責が許さんと思うんだろう、うん、許しとるんだったら悪魔か鬼だけに、うん、って思う。なんかそれはないと思う、多分、うん、そんな感じなんじゃないかなと思って、うん、をテストしながらやっとるんだけど、結構なユーザーとのズレがあって、その感覚がものすごく多分、うん、だから何怒れたりとかね、出づられたりとか文句言われたりとかっていう風に今なってっちゃうんじゃないかなっていうとこで、これ1個だけプラスってのがあるからさ、例えば運営さんに対してさ、ここら辺怒ったりとかさ、ふざけんなこの野郎とかさ、そこ変えろとか、こんなドローにすんなふざけんな、やる気消費でここでもうクソったれ、お前減らせバカ野郎みたいなっていう風になってくっていうのはさ、怒るって言うたらでも期待しとるってことなんだよ。だから私みたいな人が一番罪なんですよ。自分の意見を言っとるわけだけど、別に腹の底から怒っとるわけじゃない。どっちかってあんたあれですよ、上からヘラヘラ笑ってみとるでしょ。ああそう、こんな風にドロップしたのね、やっちゃったねみたいな、あれみたいなって思っとるでしょ、うん、こういつのはね、ほんと一番罪なんですよ。だって怒ってないってことは期待しないってことは何もできないって思っとるんだもん。だから声を荒げるじゃないけどさ、言ってくれる人が本当あれなんだよね。だけどそれ裏を返すと期待しとると思う。やってくれると思っとってやってくれるまで腹が立つので、煽り運転とかああいうのもそうだね。前が言ってくれると思っていかんもんで、ね、あれ怒るんだよね。でお前あれだろう、煽られて余計ゆっくり走るんだろう、だから煽られんぞと、うん、そうすると止めるんだろう。で近寄ってくるとあれだろう、スマホでなんか動画撮り出すんだろう、うん、で警察になんかお前言うとか言うんだろう、お前この SD カード売るぞとかお前バカだなっていうことじゃないけどさ、うん、期待しとるから逆に言ってくれるとか怒るとか語尾が強くなるとかっていうのが逆にあるかなって。言わん人が傍観者だから逃げとるとかってわけじゃないけどね、うん、かなと思っとる。だから本当に変えてこうとするんだったらもうあれなんだろうね、トップ買収とかじゃないけどして、完全にトップからその意思決定する中の人が全部コロッと変えんと多分今だと無理だろうな、うん、この感性が悪いとかどうのこの言っとるわけじゃなくてね、だからそんだけ多分ズレではないけどじゃないかなって、でないとできんよなと思って。だってここら辺のところの絵に関わるところの人とか、それからパラ設定とか捨て設定スキル設定で協力の企画じゃないけど絵とかに関するところ、それからドロー率設定でドローとか電とかのガチャに関するところも、ドロー設定とか悶絶の配置 ZR の配置 CR の配置
それからネギがどんだけあるか、紙がどんだけあるかとかっていうところのパーセン設定とか、すべてひっくるめたところに関しての意思決定っていうのがどうしてもトップにいっちゃうね、最終的には。だってどこでもあれでしょう、重大なことって社長が最終的に命とるですよ、それを。まあ今倫理書があるのかどうかは知らないけど、そういうのを雇っても部長とかそこら辺が目を通しても、本当に本ちゃんの例えばな、本社移転とかなんかすごい億単位の工事費がかかったりするような発注とかじゃないけどとかって言われて、トップが知らんっていうわけにいかんもんね、さすがに。それはあれだもんね、数字持ってこいっていう話になるもんね、報告書じゃないけどさ、かなって思ったんですけど、どうかな。悪気とかユーザーを苦しめようとか、あの金だけ儲け合いとかっていう精神には多分できんと思うんだよね、本当にそんな悪国に儲けてってっていうんだったら、だったらどっかであれだね、ある程度の金額貯まったら夜逃げしようとかっていうのになっちゃうで、やめようとか、ある程度稼いでもあのアプリ打ってトンズラしようとかっていうあれではないよねって言って、明日身売りしたらあれかそんなことはないと思うけどさ、冗談で言ってるけどかなーと思ったんだけど、どうすかね、ここら辺って。勝手な憶測だよ、本当に。ただ、なんとなく今回で本当に感じた。やる気があってはできんよなと思って、本当に苦しめようと思っては。私、割とあのずけずけ意見言うけど、言いにくい人だってやっぱおるわけだしさ、それでも遠慮しながらとか、ね、すごいブラートにつぶやく感じで、ね、コメントしとる人っておるわけじゃないですか。そういう人を別に無限にしたりとかね、排除しようとかっていう感じにも思えんしかなーって、単純なところのそこら辺の本当にやっぱ同じ言葉だけど感覚のズレっていうのも結構あるんじゃないかなって、かな。その生産の話じゃないけど、やっぱそうだね、米とか作ったってあれだよね、あの何スーパーに並んでお客様の苦しむ顔が見たいって言って米作っとる人いないよね。やっぱ美味しく食べてほしいし、で残さず食べてほしいし、お腹とか壊してほしくないよね。そんな下剤とか入れたらしいよね、毒とか入れたらしいよね、そんなことしいよね普通ね。それはもう世界を本当にあれだよね、カオスに陥れたりとかテロとかそういうのだよね、昔の なんとか事件とかそういう人ですよねかなって、どう思いますってことで、そんな感じなんですけど、っていうのがずがなんていう、ずっと今年じゃないけど経ってずれ幅が大きくなってって今回の協力に至ったところあるんじゃないか。過去をなんか振り返っていくとさ、見とるとやっちゃった感があるのっていうのが結構結構毎回毎回多発っていうところ、その開発関係でもそうだよね。その切断に関して手を入れてないっていうか、表面上ねっていうことに対してどうのこうのっていうわけじゃなくて、重く見てないっていうか、そんなにあれなんじゃないかなとか、もちろんコストがかかるのか、あの技術的に困難なのか、そこら辺内部の事情全く分からんんですけどさ、優先度の割合っていうのも多分そこら辺のところも、あのこれあれだよ、切断を先にやることが正しくて、切断を後回しにすることが感覚がずれとるって言ってるわけじゃなくて、だってここら辺のところでもこういうショップのあれとかでしょ、ここら辺のなんだろう、模様とかを変えたりとか、別にそれ変えてることが悪いって言ってるわけじゃなくて、優先とやっぱトップ含めて、特にトップがの感覚はやっぱあれなんじゃないかな、大きく違うんじゃないかなって。違うことがダメって言ってるわけじゃないよ、だってそれをずっと続けられるってことはやっぱそれでいいって思う、だからそれでいいって思ってることもデスってるわけじゃないんだよ、っていうのがいい面でもあって悪い面でもなんかあるんじゃないかなと思ってる。らしいって言うはらしいよね、ほんわか のんびりじゃないけどさ、いつもの英語物語ペースじゃないけどっていうとこが、なんかずーっとここら辺の数字面とかを改良じゃないけどしようとしてエスカレートしていったんじゃないかなって、今回の協力でなんか思った、すごい。最初見た時にやっちまった感はあるけど、やってみてもやっぱやっちまった感はあるよなと思って、だってこれついていけるの、これあえて言ったらいいけど私ぐらいでしょ、多分そう、時間含めて、時間から在庫からというとこ含めて、普通ギブだよな。
だってやる勤務制限あったって、これチョコとかのそこら辺のやりゴールとかで枠ないとかんし、でさらに言うとネギの在庫もないとかんし、あの突するのに時間だけじゃ全く解決できんし、課金だけでも解決できんよね、これどう考えたって。でそう考えるともうこんな集めていいわとかなるよな、まあ、裏でなくても別に休憩するだけでいいんじゃないのっていうふうになっちゃうな。で周回数も下で500だってあれだよな、集まって1日200行って5問で1000問、ノーミスで1000問が土日で土日1000問ずつ求められる、それぐらいのペースを土日やれてようやく金月火か、金月か木金月か火で終わりだったよね、をあと100週分ぐらいかプラスアルファを求められることをこれからずっと、それも下の部屋で立ちにくい下で、当然やる勤務制限はいります、時間もいります、周回の専門だから結構時間かかります、1時間2時間じゃ終わりませんっていうレベルを求められると、課金だけじゃやっぱあれだよね、追いつかないね。でさらにその過程で当然在庫もなくなってくるし、在庫というかとつらなかんから、うん、ネギとかダービーとかいるしかな、だって雑誌基準だと思うよ、どう考えたって。ダーウィンだって別にだってゆるがりで使うのあれじゃないから何あの使えばいいし、ネギだってこの事前発表あって分かっとったら日曜日やっとったら貯めてったわけだし、日曜日やるって言ったらやる勤務制限いるわけだし、日曜日やるって言ったらやる勤務制限だけで時間もいるわけだし、時間もいるわけじゃなくてそのデッキも作らなかったわけですね。ばあさん3人監督最低レベル欲しいもんね、効率考えると、うんかな、うん、まあついてかな、ついてかんで別にいいやっていうか多分大半じゃないかなと思う、別に集めんでもまああれだもんね。だ協力のところがあれだよね、カニがちょっとまあ補正なくなったら微妙感もあるけど、プレミアレベルの出されると困るよね、風太郎とかクレコとか、クレコとか出されるときついだろうな、あれを協力で集めてかんなかんとなると、あれはあって損じゃないもんな、ああいうレベルがあの悶絶できてっていうこと、これから出んわけじゃないもんね、諏訪湖とか犬とかでも初夏とかもそうだな、集めやすかったでいいけど、あれが悶絶、今の悶絶レベルで周回していかなかんとなると、初夏の上位互換とか出てきたりするとね、かな、うーん、そういうとこかなと思っとる、悪気があってやってるわけじゃなくて、多分このままずーっと続いててなんかエスカレートしていくんじゃないかなと思っとる、うん、だからそこら辺のチェック体制とか、バグが増えたりとか、うん、っていうところがバランス設定じゃないけど、数字面ドロー率なんかに関してもどんどん多分ユーザーにとっては悪化するんじゃないかなと思ってる。だって別にこれが悪いとか苦しめとるとかっていうあれじゃないもん、数字的にはどうなんかなと思ってる。売り上げ上がっとんだったらなんか納得いくよね、うん、だってこの何今の内容でどん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 売り上げ上がっとんだ、だってこの路線でどん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 行こうと思うもんね、もっともっと絞ってて、でも売り上げ上がっとんだから生産高を優先に考えてたらそれはあれだよ、企業として当然だもんね、一応は。ただ接続数減って対戦の人数だってどう考えたって月曜日とか少ないし、土日だって多いわけじゃないですか、祝日とかあったりとかにしたってそんなあれ昔とかに比べたらあれですか、増えとるとは思えませんが、で、辞めていっとる人ってちらほら声は聞くわけじゃないですか。フレンドさんだけでもそうですが、フレンドさんでおっても辞めたりしとる人って表面に出てないだけでも皆さんいますが、いるでしょ、わかるでしょ、それは。うん、ね、対戦とかでも回数減っていったりとか、協力でもやらんくなったりとか、で、問題数も減っていったりとか。っていうところの過疎化じゃないところを考えると、人数とか増えとるんかどうなんかなと思って、人数減ってバリバリ課金するのが10人でも50人でも残ってそれで売り上げが成り立っとるっていうのはあれだけど、別にその心配をしとるってわけじゃなくて、人数が増えとるような感じにも思えんとこで、単価がそんなに上がってくガチャとか引いとるなんてどう考えても人数的に減っとるような、むしろ回してないか人が多いんじゃねえかなと思って、だって回せんでしょこんな 100チョコのガチャなんか。いや、回して、面白い顔がありだよ。あれ、顔がいいで欲しいなと思うけど。今回のガチャ、だって実際使えるのいないよね。そんなに。
足長を何遊びで使ってみたいと思うけど、あれ本気で使っても別に多分強くないよな。いや私は強いと思わなかった。火力は強いけどアベレージ的にはどうなのかって非常に思ってる。まあこんな感じで長々とかな2位過ぎちゃったけど、うん、っていうところは悪気があってやってるわけじゃないんだけど、なんかやっぱり一般的なユーザーって言っとくわ、誰がどうのこうのじゃなくての考えとして、協力とかの考えとしてとはずれていっとるところあるんじゃないかなと思ってる。協力に関しても大体の意見はそうじゃないですか。管理がめんどくさい、枠増やさなきゃあんのにチョコがかかる、枠を増やさんためにはゴールドがすごい必要で、それをやっていくのに、ね、進化させていくのにはネギも必要、さらに協力周回しながらやるとめんどくさい、でその過程じゃないけど進化させるのに育てなか、レベル99まで上げなか、そんな玉じゃないけどピオがないで、お菓子だってそんなに余ってるわけじゃないっていうところが、ね、あるじゃない。そうするとどうしても溜まっていっちゃうから、周回すればするほど枠を増やすかゴールドで突るしかない、だからそれもなくなるもんで、どん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 悪循環のループになっていく、で周回ができんくなる、突れんくなる、集めれんくなる、でも周回数は今までより求められる、困ったっていうところが大概の意見の統一なんじゃないかなと思ってる、うん、あとは人によって大なり小なり在庫があったりとか、課金できたりとか時間があったりとか、そのばらつき幅はあると思いますけど、じゃないかなと思ってる、かなでございます。どうでしょうか、うん、文句みたいな言い方なんてすごい考えたんだけどね、あんま考えてないだろう、自分の思ってること、うん、思ってることは言う、はっきり言って、うん、かなって、そうしたらなんかつじつま合うんかなって、だって意図的にこれやっとったら本当に鬼か悪魔だもん ね, ねだって今までなんか全員授業じゃないけどボランティアやっとったのが急に手のひら返して 裏見たらなんか犯人みたいな鬼の顔しとったっていうのは考えにくいもんね。売上とか借金とかじゃないけど 何かの設備投資とかじゃないけどのためになんか生産高上げなあかんっていうのはそれは分かる。低くなったとか、うん、開発費用とかじゃないけど人数増やしたとか知らんけどさ、会社を移転したとか、なんか土地買ったとか、実はなんかの借金があったとか、最初に借りた時の返さなきゃなくなったとか、利子が高くなったとか知らんけどさ、そのことは勝手な想像で言ってるけど、うん、企業としてどうしてもあれだね、生産なんか求める、数字を求めるは当然だけどね、うん、じゃないとかだね、工場改善してかんもんね。だけどそんな急になんか心を鬼にして悪夢になれるほど人間そんな変われんかなと思っとるし、うん、元からそうだったのは別だけどね、かなと思っとる、うん、だからそこら辺のところはだいぶ違うんじゃないかなって、正しいとかどうとか別として、だからパラ設定とかね、同じ言葉でこれで最後にしますけど、レギュのコスト設定とか、レギュを何にするかの設定とか、それから補正の割合とか、うん、補正有利の対象とかっていうところがこんな風になってくんじゃないか、なってったんじゃないかなって、ゆるがりとかの含めていろいろ全部協力とか世界編から、それから課金回りのところ全て設定値とか含めてじゃないですかね、というところで終わりましょうか。お腹も減ったしながらラーメン食べたいね、そんな感じで、うん、かな、あ、そんな感じで終わりでございますということで、私はいつもの通りでございますよって、はい、ということでそんな感じで終わり。